ブナスタルデスアミゴス、どうも PJLL のパハロンです。はい、まあお知らせ三昧がね続いておりますけど、今回もお知らせでございます。まあ早くね 1.3 の振り返りをやれよとか思ってらっしゃる方いるかと思いますが、私の次のお休みはですね、11.3 の振り返りやれよって言ってる人いると思いますけど、僕の次の多分動画収録予定は、11.6 もしくは7になってますのでここまでは出てこないから、気長に待ってて。まあねしょうがないよね、休みのタイミングっていろいろあるからさ。僕土日休みじゃないからさ、そこはね、はい、お願いします。はい、ということで今日はですね、投稿ショップ、皆さん行かれたことございますか？僕はないですよ。僕はないです。はい。投稿ショップって、ウェブでですね、新日本プロレスの、まあ、グッズ、T シャツだったり、いろんなグッズがね、買えるサイトありますけども、まあ、実際に、これ、投稿ショップ水道橋店というものがですね、実際の店舗として、水道橋の方にあります、ということなんですよ。で、この、投稿ショップ水道橋店が移転します。はい。で、新店舗が11月の10日の11時にオープンになります。はい。で、こちらの方なんですけれども、僕は行ったことないんですよ、投稿ショップとか。で、僕の知り合いがやっぱ投稿ショップ行って、その時の写真とかね、まあ撮って送ってきてくれるので、その中身はこんな、内容こんな風になってるんだっていうのは知ることできましたし、あとはその、ちょいちょいこう選手のサイン会とかもね、この投稿ショップとかでやってまして、その、道路にみんなファンの人とレスラーがいてっていう記念写真をツイッターで見たりとか、まあそういうのはよくしてましたよね。で、これが11月10日に移転オープンするということでございます。はい。ウェブサイトの内容をね、ご紹介すると、まあいつも闘魂ショップ水道橋店をご愛顧くださいましてありがとうございますと。この度、闘魂ショップ水道橋店は新店舗に移転させていただくことになりました。新店舗は売り場面積拡大、駅地下、1階フロアとアクセス抜群でございます。店内も従来より見やすくなりますと。移転作業に伴い現店舗での営業は11月4日、月曜日祝日ですね、の夜8時20時までとなります。11月10日11時より新店舗にて営業いたしますということですね。移転作業に伴いまして闘魂ショップ水道橋店11月5日火曜日から11月9日土曜日、この5日間は休業ということになります。で、現店舗ではですね、移転に伴う閉店セール実施予定です。詳細は後日ホームページ SNS にて告知いたします。ぜひこの機会にご来店ください。現店舗は今後はイベントスペースとして継続して利用する予定ですということですね。はい。で、確かその写真送られてきたの僕は見たんですけど、この水道橋店の中にいろんな選手のこうサインとかが壁に書いてあったりとか、色紙があったりとか、トロフィーだったりだったかなとか、チャンピオンベルトだったかなとかいうのもこう店舗に置かれてたりするんですよね。だから実際その、何ですかね、プロレス博物館的なポジションで見せてもらうことできるのかなっていう感じがしますよね。わかんないですけど。なので、できれば、見せていただきたいなぁとは思いますよね。寄りたいですよね。せっかくだから、東京に行ったらね。ね、こちら11月10日より、闘魂ショップ水道橋店新店舗オープン記念。ということで、中西学選手の1日店長イベントが開催されます。はい。中西選手に会えるチャンスなんでね、ぜひ皆さん、お近くの皆さん、この時期に東京に行かれる皆さん、ちょっと足を伸ばして寄ってみてはいかがでしょうか。はい。で、中西学選手の一日店長イベントの内容はですね、11月10日日曜日の午前11時から2時間程度を予定。イベント内容としては、中西選手が接客業務、ご購入いただいた方への商品をお渡し、闘魂ショップ新店舗 PR のため一日店長として積極的に活動いたします。で、予定時間前に終了する場合がございますので、その際はご了承くださいということです。で、ご注意いただきたいのが、イベント当日公式サイトのカメラマンが、イベントの撮影、写真だったり動画で、
イベントの様子を撮影するそうです。はい。で、これを公式サイトに載せるみたいなので、公式サイトに掲載 NG の方は、恐れ入りますが、スタッフまで一声おかけくださいということで。逆に言うと、公式サイトに乗りたい、そこのあなた。チャンスです。なんかめっちゃ、はい。だ仮装とかして行ったらいいんじゃないかな。ハロウィンじゃないけど、コスプレイヤーというか、新日ファンというか、新日レスラーのコスプレしてる人たちとか、いるじゃないですか。これ行ったらいいんじゃないですかね。あと僕みたいなマスクマン。これ写真写ってたら、逆に言うとこう、わかるよね。自分がどこにいるかとかわかるから、いいんじゃないかな。で、これ月刊69とかの取材とかも入りそうじゃない？わかんないけど。まあ、ね。だもしか、ワンチャンあるよ、だから。うん、公式サイトに載ったり、もしくは月刊69とかに出るチャンスがワンチャンあるよ。うん、だから11月10日日曜日の午前11時から、イベント、この中西選手の1日店長イベント、これ参加するっていうのはありなんじゃないですかね。はい。で、まあ、注意事項としては、こちらのイベントは通常行うサイン会ではないですよ、ということですね。だから中西学選手の関連グッズを購入していただいても、サインを入れたりすることはできません。で、選手との撮影のお申し出はお断りさせていただきます。はい。また、イベント時間内は店内での撮影、静止画動画、こちらが禁止となりますので、改めご了承ください。ということはですね、これイベント時じゃなかったら写真撮ったりとか動画撮ったりできるってことですかね。これはパハロンのロードトゥ東京ドームで新店舗見れるかも知れませんね。もしかしたらね、僕は東京行って動画撮れたらね、見れるかもしれないですね。はい。そしてイベント時間は2時間程度予定しています。ただし、都合により予定時刻よりも早く終了する場合もございますので、お早めにお越しください。で、天候の悪化や交通事情や選手の負傷の理由により開催が延期や中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。東根ショップ新店舗でのイベントとなりますので、お間違いないようお越しください。ご協力、ご理解のほどよろしくお願いいたします。ということでございます。はい。結構しっかり書いてありますね、これ。こういう注意事項をしっかり書くってことは、過去になんか、クレームが入ったってことですかね。まあね、もうまあ実際僕も仕事してるからわかりますけどね、まあぶっちゃけで言うとそんなことで怒ってんなよ、怒ってんじゃねえよみたいな、ガタガタ言うなよって思ったりすることもあります。正直言うとね、まあでもね、まあ、大変ですね、お互いね、接客業とかっつうのはね。大変ですよね。はいはい。なのでね、オープン準備に、スタッフの皆さんも追われてるとは思いますが、まあ、ぜひ、ね、頑張っていただいて、素敵なね、オープンイベントになることをお祈りしております。はい。なので、皆さんもね、よかったら行っていただけるといいのかなと思います。で、僕はですね、来年の 1.4、1.5、2days で東京に行きますので、ここの東根ショップも行きたいんですよね。だからお正月どうなってるかがわからないのと、多分ね、お正月はその 1.4、1.5、僕みたいな、その地方から出てくる方たちで、めちゃくちゃ混み合うという話を聞いたこともあります。前のね、その9店舗とかでもめちゃくちゃ行列が並んでるなんか写真とか見た気がするんですよね。なので、もし、お正月の東根ショップの様子について、もしご存知の方がいたらですね、ぜひコメントいただけたらなというふうにね、思いますね。どうしようかな。1.3 で行った方がいいのかな。まあ、時間の割り振りし、てか 1.3 に行かないと時間ないよね、多分。まあ、僕ね、1.3 ね、あ、そう、あとね、1.3 ね、僕ね、スターダムの 1.3 のチケットが取れました。ありがとうございます。ということで僕はですね、1.3 の夜6時から新木場ファーストリングというところで行われるそうなんですが、ここのスターダムに、参戦決定です。初めて見ます、スターダム。楽しみですね。はい。なので、飛行機がね、お昼、ちょうどお昼ぐらいに着くので、そこから、
まあ、できればね、ちょっと、モーヤンカレーがね、行きたいんですよね。モーヤンカレー お正月やってんのかな？やってるんだったら、ちょっと、モーヤンカレー行きたいし、まあ、できれば、筋肉マンショップの、池袋か、どっか、大型店舗？もう行けるところだったら、どこでもいい。筋肉マンショップにも行きたいし、っていうのがね、あるんですよね。で、闘魂ショップも行きたいし、ってなるとね、やっぱこの武士選手の唐揚げ屋さんとかね、どうなんだろう、4日の午前中に行けばいいのかな。武士選手の唐揚げ屋さんについてはね、唐揚げ食べれなくてもね、表まで行ってなんか動画っていうか、記念撮影してきたいよね、マスクマンとしてね。とりあえずはね、タイミングだよな、どのタイミングで行くかだよな。1.3 の夜は、まあ、スターダムがあるので、飛行機着いてからまでの時間帯である程度行けるところに行くっていうのが勝負なのかな。で、1.4 の午前中は、まあ、僕の体調次第の面もあるよね。ちょっと疲れてたらね、多分もう、どこかに行くってことしない可能性もあるしね。まあ、その時次第かな。まあ、ということでね、ぜひ、闘魂ショップね、オープン記念イベント行われますんで、よかったら皆さん参加してみてください。行ける方いいっすね。うん、こういうのね。いいよね、やっぱね、東京とかはね、こういうイベントごとはやっぱ東京とかね、大都市圏だよね。そこはまあ、地方民としてはね、なんとも言えないっす。参加したくてもやっぱできないし、からね。かといってこっちでやってくれよってことにもならないしね。ここはまあ、地方民の悲哀的な部分なので、まあ皆さんね、参加できる方は非常に楽しんでね、参加していただくといいんじゃないかなというふうに思いますので。で、まあこのイベントの様子も楽しみにしてますし、まあもしこの闘魂ショップに行かれた方がね、いましたら、ぜひね、ツイッターとか、まあツイッターとかで、イベント中は多分写真撮影禁止だから、そのイベント後、で、写真を撮ったりとかして、ツイッターに皆さんが上げてる様子をね、僕もニヤニヤしながら、多分11月10日日曜日ってことなんで、僕はね、多分仕事してるとこだと思うんですけど、ニヤニヤしながらツイッターで、みたいな。おー、これ新店舗か。はあ、おー、広いんじゃねつって、前の店舗行ったことないのに、広いんじゃねつって、やりながらね。で、前の店舗も見たいよな、なんか、見れるのかな、お正月とか。まあ、その辺はね、まあ、東京に行っていろいろ考えてみたいと思います。はい。ということで、皆さんぜひ、チャンネル登録、高評価の方もね、このチャンネルに対してお待ちしております。それでは皆さんまた、次の動画でお会いしましょう。次は多分、1.3 とかの振り返りがで、11.3 とかの振り返りができるんじゃないかな、というふうには思ってますので、また次の動画でお会いしましょう。アースタルエゴ。アディオス。